드셔야 돼. うちも武士だった、武家だったんですけれども、あの刀の束を巻く束巻き師、あれをしながら生計を立ててたんですよ。手前どもの伝統の辛めの味、あ、辛めのタレですね。これとのマッチングをも楽しんでいただきたい。うち砂糖とか使ってないですね。だからみりんだけの甘さで、食べるとちょっと辛いっていう人いるかもしれないけど、50で食べてちょうどいいぐらいじゃないですか。咲いてる時点で、あ、こいつら硬そうだなと思った。なんか柔らかそうだなって分かるから。美味しくなれ、美味しくなれと思いながら焼いてると美味しくなります。香ばしく中はふっくらっていう、やっぱ職人技ですね、本当に。